ったら覚えるってマネージャーさんに話してたんですけど、急に7日出れるみたいな聞かれて、勢いで出ますって答えちゃって、からちょっと今一から覚えてて、ずっと朝からそうなんですよ。だからピカが7日どこまでできるかをねこれ難しくてやばいと思ってえぐい。そう、もともとね M か N か迷ってて、最近までずっとで、まあ、せっかくあれ言ってくださったから、そのねやっぱりやってみたいってのがあって頑張ります。一から、そう、1週間で1から覚えますやばい、もう本当にやばすぎて、昨日チーさんに相談乗ってもらって、電話でもうその時に号泣しちゃったそうなんですよ、 M がピカに似合ってると思う。ほんまに嬉しい。だから今日ちょっとね、やばいよ、もう泣きそうやね今やばいやばい。誰に相談した？チーヒーさんに相談しました。やばいえぐいそう、ピンチはチャンスやで、そうお母さんにも言われて、もう やりたいからねやばい。そう、一緒に出る先輩はね、じゃ優しい方ばっかなんでからショールームもちょっと長々できなくてからちょっと頑張ります。だからモバメもあんましてつけれてなくて、ツイッターとかも今日返信してなくて、ほんまにごめんなさい。またぎおめでとうってありがとうまだね、そう昨日のように夜に言われてばっかだから、そうなんですよねやばいやばい。そうジャンレディもあるんですよえぐい。まあやばいですよね、みんなビビりましたよね年明け、そう年明け、そうそうあれなんです。だから日かは7日の公演終わってからちょっとあれ初詣に行きますやーひっくりしたけど8キロとみんな喜んでるよ、喜んでる、やばい、ね、雪乃にもね一番最初に言いましたで今度教えてって言って雪乃にも教えてもらうんですけど、そうもう場面もそうルームも今ちょっとねできなくてやばい。そうだから初級棋聖のパフォーマンスも見てちょっとやばいなって思って、頑張らなって1月中に行けたら、あ、そうなんや、1月中に行けたら行けるんや、初詣なんやね。ショールームは15分だけやりますね。あっ、清めてありがとう、うわすごい、え、長吉すごい、なにこれ、え、すごい、ケンさんありがとうございます、ありがとう、中吉ありがとうね、休憩、そう休憩生のね特別公演じゃなくて、なんていうの
公演、9期だけの研究生公演か。だって正直悔しいよね。綿木公演頑張れたわ、ありがとう本当に。やばい泣きそう。あ、しんのすけさんありがとうございます。待ってちょっとめっちゃ泣きそう。ありがとう。あ、せんさんハッピーニューイヤーありがとう。やばいもうマジで出そう、ここやばいやばいやばい。あ、ずいでありがとう、もふにさんありがとう。ありがとうございます本当に。やばい、ちょっと待って、やばいほんまにやばい。いや、そう昨日もねちいひーさんに電話した時にあのもう号泣しちゃって。そやね。やばいめっちゃもうやばい、まあ、もう泣いてるんかなこれ。そうぶり何やろ、旧規制に抜かされたくないって気持ちもあるし。ジェイさんありがとう。ありがとうございます。ありがとう。からちょっとツイッターとかも手つけれなくて。でも本当に嬉しくて、 LINE 来た時、あれ LINE とか言っちゃった。でマネージャーさんから来た時にめっちゃ嬉しくて、そう、あ、こよりんちゃん、そう写真撮ったんですけどまだあげれてなくて、後であげますね。あげていいかな、こよりんちゃんに言ってないわ。そうやばい。なんか初日とかもやばくて、ナンバトルも去年出れてなくて、なんやろ、なんかダンスできないっていうがまだレッテルみたいなのがまだあるかな。と思って変えたい。ちょっと待って、やばいって。ちょっと待って、あ、ちょっと待って、後でルームその配信しますね。もうこのやばい。やばい、久しぶりに泣いた、こんな前でみんなの。本当にやばい。そうやね。めっちゃブサイクやん。待って、えぐい。ごめんなさい。やばい、ごめんなさい、顔映せん。
やば。バッカってきてる。そうだ。やばい。ほんまにやばい。えぐい。顔を映せ。やば。いやもうめっちゃ真っ赤、えぐい。やば。ちょっと15分経ったらちょっとすぐ終わっちゃうかも。配信で初めて泣いたかも。あ、待って、ありがとうございます。どこや。モフニーさんありがとうございます。ごめんなさい。やば、泣くはずじゃなかったの、ね、よ。あかりさんありがとうございます。ありがとうございます。応援してるから頑張って、ありがとう。またぎ絶対私優勝見に行くから、ありがとう。なんやろ。ありがとうございます。金持ち先生さんありがとうございます。あ、先生さん、ね、ありがとうございます。ああ、泣くはずじゃなかったのに。待ってよ、自分の顔も最高すぎて。待って、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待って、絶対笑って。ありがとうございます、本当に。しんのすけさんありがとう。ちょっと15分経ったんで終わりたいと思います。やばい、明日も配信しようと思ってるので、明日も泣いたらどうしよう。じゃあちょっとランキング読みますね。13位マサジさんありがとうございます。12位ベイさんありがとうございます。11位アキチョさんありがとうございます。10位ひよこさんありがとうございます。ごめんなさい、また泣けてきた。ございます。9位 J さんありがとうございます。8位日高浩二さんありがとうございます。な、あ、待って、変わった。あれ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 。ごめんなさい、13位から読み直しますね。
13位、ベンさんありがとうございます。12位、カニさんありがとうございます。11位、ジェイさんありがとうございます。10位、日高浩二さんありがとうございます。9位、カイゼルフォンバッハブルクさんありがとうございます。8位、アサヨンさんありがとうございます。7位、 KEVPH さんありがとうございます。6位、シムさんありがとうございます。5位、しんのすけさんありがとうございます。4位、通用さんありがとうございます。3位、お金持ち先生さんありがとうございます。2位、モフニーさんありがとうございます。1位、ケンさんありがとうございます。ね、こんなに応援してくださると思わなかったんで。みなさんありがとうございます。続いて、ありがとうモフニーさんありがとうございます。今は不安で仕方ないんですけど、不安をなくせるように練習していきたいと思います。今からルームスもちょっとだけします。ありがとうございます。じゃあね、バイバイ。